こんにちは、黒いクロコです。今回はリモワのスーツケースを韓国で購入して、金浦空港から免税手続きをして、どうやって日本に運んだかの動画です。その他にも、韓国で購入するときいくらで購入できたのか、免税でいくら戻ってきたのか、紹介していきたいと思っています。機内持ち込みサイズのリモワと、あと100リットルのかなり大きいサイズのリモワ2つ持っているんですけれども、60リットルの中間サイズ、よく旅行とか海外旅行で行くときに使う60リットルサイズのスーツケースを持っていなかったので、今回はそれを韓国に行って購入して、それを持ってきた感じですね。ブログとかいろいろ見てると、リモワ韓国で買うとかなり安いよって書いてたんですけども、リモワがルイ・ヴィトングループの方に入ってしまったので、値段がそこまで安くはなっていないような感じがしました。行きは小さいサイズ、手荷物サイズのスーツケースだけで行って、帰りはこの60リットル、このスーツケースと合わせて帰ってくるっていう形にしました。事後免税を受けたんですけれども、免税の時って基本的に新品のものを使わないで飛行機に持ち込むというのが原則みたいなんです。こういう大きなもの、これかなり大きいですよね。大きなものをどうやって免税受けるのかなっていうのが、いくらブログとか見ても全然出ていなかったので、ちょっと不安だったんですけれども、私の方で今回免税、この大きなスーツケースの方、金浦空港の方ですね、そっちの方で免税を受けられたので、その方法とか流れを動画とかを使って今回ご紹介したいなと思っています。目次、2024年7月現在で、1、日本と韓国の価格比較。2、為替がいくらなら日本の定価より安い。3、免税で定価の何パーセント戻ってくる。4、手荷物できないスーツケースの免税手続き方法。5、結局いくらで買えた。6、まとめとなります。エッセンシャルチェックイン M、リモワを購入する予定ですが、日本で購入すると16万5000円となります。では、韓国で購入した時の値段を見てみましょう。リモワのミョンドン店、路面店の方で購入しました。ロッテ百貨店のリモワにも行ったんですけれども、こっちの路面店のミョンドン店の方が人も多くて、商品も多かったです。泊まってるホテルまで無料で配送してくれました。韓国の値段は145万ウォン。免税手続きをしたいときは、購入するときもパスポートが必須となります。店頭で値段の確認をし、そのまま両替所へ行きました。大使館前というところが、ウォンの両替がすごい良い、手数料もなくてレートも良いと言われているので、ここで両替しました。ウォンが日本円でいくらになるのかを計算したいと思います。882と書かれていた時は 8.82 とします。で、1÷8.82 をしてみてください。その出てきた答えにウォンをかけると日本円でいくらになるのかが分かります。今回はこれの答えに145万ウォンスーツケースの値段をかけてみます。すると164,399ということで、為替が882円の時は日本円で164,399円ということがわかります。日本円に比べて601円安く買えたということですね。微妙な安さですね。601円、為替次第なんでしょうか。今回の為替では601円の安さでした。では、いくらまでなら16万5000円以下になるのっていう計算をしてみたいと思います。878の時は、これに145万かけると165,148、微妙に148円高いですね。では879の時はどうなるでしょうか。その時は164,960円。ようやくここで16万5000円より安くなりますね。なので、まあ、計算で返ってくる、免税で返ってくる金額を考えないで、純粋に定価のみで考えた時には、879以上の数字だと日本の定価よりも安く買えるという考えになると思います。ちなみに、同じ日に楽天カードで購入したら手数料 3% 取られて、レートが855になってました。カード払いをして855のレートで買っていた169,420円での購入だったということです。4,000〜5,000円近く高い値段で購入することになっていたと思うので、カード払いには気をつけてください。では、リモワのスーツケースを購入したら免税で定価の何パーセント戻ってきたのか。145万ウォンに対して10万4000ウォン戻ってくることになりました。事後免税手続き商品なので、空港で還付申請をして空港で現金で受け取ります。なので、このレシート、申請時にこのレシートが必要なので、絶対になくさないように空港まで保管しておきます。では、実際還付が何パーセントされたか計算しています。
10万4000ウォン返ってきて145万ウォンの商品を買ったので、だいたい 7% 還付された形です。他の商品、違うスーツケースを購入するときの参考にしてみてください。では実際に金浦空港に着いてからの免税手続きの仕方をご紹介します。金浦空港に着いて荷物を預ける前に手続きをしましょう。 B カウンターの正面が免税手続きの場所となります。外側を背にして右側ですね、右側の B カウンターの前にありました。こんな感じですね。免税手続きの右側に有人のカウンター、左手に機械のみが3台ありました。機械のところで操作をしていったら人がやってきて手伝ってくれました。このスーツケースを免税を受けたい、スーツケースを預ける前に免税を受けたいというふうに言うと、隣の有人カウンターでスタンプをもらってと言われました。それで隣の有人カウンターに行くと、免税したいものをカウンターの上に乗せてと言われたんですけども、いやいや上に乗せられない、このスーツケースですと持っていたスーツケースを指さすと OK と理解してくれて、私の持っていた申請書、還付申請書の方にスタンプを押してくれました。手荷物で機内に持ち込めない免税品はこの有人カウンターのところで人に確認してもらってスタンプをもらえば、スーツケース、大きな荷物を預けても大丈夫なようです。私はこのままスーツケースを預けました。 Google で翻訳してみたら、税関スタンプなし返金不可というふうに書かれていたようです。やっぱりスタンプが必要です。スーツケースを荷物で預けて出国手続きをして還付カウンターへ向かいます。免税の現金還付は出国手続き後になります。右に行って36ゲート向かいで行います。ここに見えるのが外貨両替所ですね。ここがあって、その先に機械と人のいる還付カウンターがあります。ここも機械が3台ありましたね。私は機械のところでやるかどうするか迷ったんですけれども、その先にある友人のカウンターで手続きをしました。スーツケースを見せてと言われることもなく、無事に還付手続きができました。現金を受け取るんですけども、その時に日本円で受け取った方がいいのか、ウォンで受け取った方がいいのか迷ったんですけども、お姉さんに聞いたら、ウォンで受け取って日本円に両替した方がいいよというので、今回はウォンで受け取って手前にあった両替所で円に変えてみました。お姉さんに円で受け取った時はいくらもらえると聞いたら、1万3000円というふうに言われたんですけども、結局ウォンで受け取って手前の両替所で変えたんですけども、その時も結局ね、1万3000円でした。で、残りをウォンで4890円。もらってきたんですけど、これが少し多かったのかな、どうだったんだろうと、結局両方やってみなかったので分かりません。この時の両替所のレートを見てみると947となってますね。円からウォンとなるときは、ウォンから円のときとは逆に数字が小さいほど戻ってくる金額が多いです。空港はやっぱり為替が良くないようです。支払いを受けた為替でリモアのスーツケースの免税で戻ってきた金額を計算しています。為替947、免税金額104,000ウォン、これで計算すると1万982円の免税でした。では結局いくらで購入できたのかを計算してみたいと思います。私が実際に商品を購入した時の為替が882、これを現金で購入しました。ウォンですね、円からウォンに変えて購入しました。すると16万4399円、16万5000の差、日本での定価に対して若干安い感じです。そこから戻ってきた免税金額を引いてみると15万3417円ということになりますね。私が買った時の為替ではそんなに定価自体の値段の割引はなく、免税でかかってきた税金分のが安くなったという形になりますね。15万3417円で購入できたので、日本で売ってるのは16万5000円なので、では実際差額はというふうに計算してみると11,583円、約 7% やっぱり還付金分お得に買えたという形ですね。まとめ、スーツケースのような手荷物では持ち込めないものを免税するときは、免税手続きカウンターで物を確認してもらってレシートにスタンプをもらう、その後高級会社に荷物を預けるで問題なし、免
税で 7% くらい戻ってくるので、為替を考慮して日本で買うか韓国で買うか検討する。ということで、無事韓国でスーツケースを購入して日本に持って帰ってきました。うまいことね、値段設定がされていて、定価商品として私の購入した時の為替ではほぼ日本で買ったのと韓国で買ったのは変わりなかったということになりました。でも免税手続きをしてくれるので、免税分だいたい 7% 戻ってきたので、その分だけちょっと安く買えたということになりました。もしも為替が私が買った時よりも良くなっていれば、もっとさらにお得に買えるし、私が買った時よりも為替が悪くなっていたら、もっと高く購入するということになるので、為替を見つつ商品どこで購入するのか検討した方がいいかなと思います。以上で韓国でスーツケースを購入して金浦空港で免税手続きをしたの動画でした。参考にしていただければ幸いです。